世界最高峰のピアノコンクールに挑む4人のピアニスト。エーデン・アヤだよ、天才少女。また逃げちゃうんじゃない？今回がダメだったらピアノはもうおしまい。年齢制限ギリギリだから、コンクールもこれが最後。新しいクラシック、それをやりたいって夢がある。 Letter of Recommendation。 世界中にたった一人でもピアノの前に座ると思う。お姉さんはステージから降りるといつも迷ってるみたいに見えたから。覚悟がないままピアニストになるっていうのも結構悲劇よ。 Make a perfect performance。 先生、見つけたよ。私は失礼。ピアノの音が出なくなったのかと思って音楽だけを生業にしている奴らには絶対にたどり着けない領域があるはずだから。 This is unfair。 世界が鳴ってる。あなたが世界を鳴らすのよ。エーデンさん、時間です。それぞれの思いをかけ、天才たちの戦いが今始まる。ミツバチとエンライ、音楽の神様に愛されるのは誰か。